一般社団法人バスケットボール女子日本リーグは日本の女子実業団のトップクラスのチームによって行う W リーグを管轄する組織バスケットボールの普及と進行を目的としている WJBL08 から09レギュラーリーグ富士通隊シャンソンティップオフとどろきアリーナ1967年に日本バスケットボール協会が主催したバスケットボール 日本リーグの女子の部として設立されたのが前身で、1996年にはバスケットボール日本リーグ機構に主催を移行。さらに1998年から男女共同運営から独立して女子のリーグを専門に扱う主催団体バスケットボール女子日本リーグ機構として設立された。翌1999年より一部リーグを W リーグ。 二部リーグを W1 リーグに改称した。1980年代以降、日本の女子バスケットボールリーグはシャンソン化粧品とジョモの2強時代が長らく続き、リーグ戦、並びに全日本選手権ともに必ずこの2チームがタイトル争いを繰り広げいた。中でも1990年代は、シャンソンの独占上で、リーグ戦、全日本との2冠を10年連続で続ける快挙を成し遂げた。 ところが2000年代に入り、ジョモが盛り返し、2000年度から2003年度にかけて4年連続で2冠を達成している。その間、富士通や日本航空も力をつけていたが、順位的には、上位2チームは、ジョモかシャンソンであり2チームの間で順位が入れ替わった、以外の違いはなかった。しかし、2004年になると順位においても二強体制は崩れ、2007から08シーズンは、 富士通の初優勝により18年間に及んだに、今日時代は終焉を告げた。チームの9部、ハイ部が相次いでいることを踏まえ、2部に当たる W1 リーグは2011から12年度のシーズンを最後に廃止とし、2012から13、シーズンからは一部の W リーグのみで行われる。なお2017年に日本社会人バスケットボール連盟が創設された際、 将来的な株リーグの復活や入れ替え制度の導入を検討している。2016年6月、組織名から機構が外れ、バスケットボール女子日本リーグに改称。リーグ戦日程は、国際大会のスケジュール次第で、若干変更ありレギュラーシーズン1時、ラウンドプレイオフセミファイナルファイナル1月上旬1月、中旬7月中旬、j x エネオス富士通新潟シャンソン日立 羽田山梨 WJBL 参加チームトヨタ自動車、電装愛心三菱電機、トヨタ防食愛知県の WJBL 参加チーム2017から18、シーズンレギュラーシーズンプレイオフプレイオフは、レギュラーシーズン上位8チームによるノックアウトトーナメントで行われる、クォーターファイナルセミファイナル3位、決定戦ファイナル WJBL オールスター2015から16、 シーズンと2016から17シーズンレギュラーシーズン1時、ラウンド2時ラウンドプレイオフプレイオフは3段階で行われる。クォーターファイナルセミファイナルファイナル2013から14シーズンはアジア選手権のため例年より遅い11月開幕。よって、プレイオフはファーストラウンドが廃止され、W リーグ史上初の4月開催となる。レギュラーシーズンプレイオフプレイオフは2段階で、 行われた。セミファイナルファイナル優勝チームはアジア W チャンピオンシップに進出。2012から13シーズン、レギュラーシーズンプレイオフプレイオフは3段階で行われた。ファーストラウンドセミファイナルファイナル2011から12シーズンまでは2部制であったため以下の方式が採用された。日本協会主催時代の1988年からの 4シーズンはカシオペアアンドロメダの2ディビジョン制を採用していた。1992年以後は12チームの2階層あたりの予選の後、上位6チームがさらに2階層あたりのセミファイナルを行い、そこでさらに2チームに絞って決勝を争うという方式があった。また、2002年まではオールスターゲームも開催され、日本リーグ機構主催時代までは男女閉催。 WJBL 発足後はリーグ戦終了後にファン感謝デーのプログラムとして行われていた。2016年に14年ぶりにオールスターが開催された。WJBL ではホームゲーム制度を導入し、レギュラーシーズンの一部の試合を一方のホームゲームとして開催している。各チームさんから10試合程度ホームゲームが組まれ、本拠地が置かれる市町村での試合を ホームタウンゲームとして行う。WJBL では、サマーキャンプと題したイベントを7月下旬頃に実施している。このサマーキャンプでは、WJBL 所属チームに加え、実業団連盟の競合チームなどを招待し、5日間に渡り強化試合を組むとともに、バスケットボールクリニックなども開催し、選手、審判員の育成に加え地域振興も目的としている。 開催地は2年ごとに変わる。2004年より WJBL トライアウトと題して新人選手の発掘を行っている国立代々木競技場第2体育館にて9月に開催され高卒以上を対象としている定員は30名でおおよそ10から20名が参加。2004.05年は各2名が WJBL 入りを果たしたが2006年以降は WJBL 加入に至った選手はいない。それもあってか2008年の参加はわずか8名であり、2009年は参加者が集まらず中止になった。2010年は12月20日に味の素、ナショナルトレーニングセンターで開催された。現在のバスケットボール女子日本リーグにおいて、複数の課題が浮き彫りにされており、日本バスケットボール協会改革を主導するべく2015年に、 結成された国際バスケットボール連盟のタスクフォースにおいても提示されている。バスケットボールのプロ化は国際的な流れであり、女子もまた例外ではない。しかしながら、プロ化へ向けて一歩ずつ歩みを進めている男子の日本、バスケットボールリーグと比べ、WJBL はプロリーグ界の動きが鈍い。プロ契約は男子同様1997年に解禁されたが、 1> 第1号は2007年の大上優子まで待たなければならなかった。逸話から30年以上遠ざかっている男子と違い、女子は1996年のアトランタと2004年のアテネの二度五輪を経験し、ワールドカップにも出場を重ねており、ナショナルチーム強化の上でプロ化の必要性が薄いという意見が多いのも理由として上がっている。しかし、韓国ではすでに韓国女子、 バスケットボールリーグをプロ化するなどアジアでもプロリーグが次々と発足され、国内リーグがアマチュアのままである日本は強化で出遅れ、2006年世界選手権及び北京五輪を立て続けに逃した。また、WKBL との対抗戦である日韓、W リーグチャンピオンシップではこれまで一生も上げておらず、プロアマの実力差が現れている。これらを受け、 プロ化の必要性も迫られることが予想される。日本国内のバスケットボールトップリーグは1999年より男女別組織となってはいるものの、WJBL と QJBL は協会主催の元同一会場で試合を組むなど連携を図ってきた。しかし、2007年に改祖された新 JBL は工業権が協会でなくなり、ホームアウェイ基本の日程で組まれる一方、 WJBL は発足以降基本的な面は全く変わっていないため JBL と連携の上で日程を組むことが難しくなり効率が悪くなるなど問題も発生している。また現在 W リーグのチームが関東から東海地方にまでしか存在しておらず全国規模の盛り上がりに欠けている面も指摘されている。2008年に BJ リーグと JBL 協会が提携へ向けて動き出したこともあり、それに合わせて WJBL のあり方についても検討する方針である。そんな中、2011年6月に W1 リーグのビッグブルー東京が資金難を理由に2011から12年シーズンを最後に W リーグ機構から撤退、W1 リーグが4チームとなることから W リーグと合体。 統合した一部リーグ制に2012から13年シーズンから移行することが決まった。具体的な計画としては予選リーグを2段階とし、まず12チームが2回層あたりの一次リーグを行い、その上位8チームが2次リーグに進出。さらにこの2次リーグで4チームに絞って決勝リーグで優勝を争うとしている。しかし、2013から14年シーズンは、 期間が短縮されたため二次リーグが撤廃され、加えて QW リーグ上位と QW1 リーグの対戦では実力差の大きさがスコアに現れるなど戦力面の均衡が取れていないという指摘もされており、移籍制度の改正なども求められている。旧日本リーグ女子時代には米国代表のアンドムバンなど外国人選手がプレーしていたが、 前日の通り1992年シーズンを最後に外国人選手登録を廃止。その後、センターなど調子を要するポジションを中心に日本代表強化面で効果は現れている。ところが日本で教育を受けた川温玉が2002年よりシャンソン化粧品でプレーするにあたり日本国籍取得を余儀なくされ大韓教会とトラブルになるなど弊害も見られるようになった。 これを受けて2003年に日本帰化選手に加え国内で教育を受けた選手に限り日本国籍を取得せず出場登録が可能になった。さらに2009年からは日本国籍取得申請中の選手に限り採用が認められ2010から11シーズンから出場が認められるようになった。しかし外国人排除の上でのナショナルチーム強化では 身体能力の非常に高い欧米などの選手とのマッチアップの機会が大幅に限られるなど限界が見えており、一部で外国人登録復活の声も多くなっている。WJBL では所属選手が席を残したまま他のリーグでプレーすること、すなわち二重登録を原則禁止している。この二重登録については WJBL とシーズンが異なる米国、ワンバも 例外ではない。2006年にカワオンタマがロサンゼルススパークスでのプレーを希望した際、シャンソン化粧品と10年契約中であり、二重登録の解消が争点となっていた。しかしながら、双方の主張が食い違い側はワンバでのプレーは叶わず、シャンソンも退団し、帰国を余儀なくされた。過去に、萩原美希子がワンバでプレーした際は特例により、認められた。大上優子については、 国内プロ契約のため w j b l ワンはそれぞれのシーズンで契約を交互に行うことで二重登録にならないよう配慮されている他の競技ではバレーボールやアイスホッケーで所属チームに席を置いたまま日本国外でプレーできるようになっており女子バスケットボールでも認めるべきという声は存在する二千十五年十一月十九日のシャンソン化粧品 VS デン戦において シャンソンが審判が意図的にシャンソンに不利益な判定を行ったとして損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こしたことが明らかになった。提訴自体は取り下げられたものの原因究明のための機構による第三者委員会設立に至り2016年5月16日に調査の結果を受けて機構はシャンソンに対して厳重注意処分を下した。この問題は男子にも 波紋を広げ、同年発足される B リーグが審判への提訴禁止を盛り込むことを決めた。ありがとうございます。